カリクストゥス写本。カリクストゥス写本は、ローマ教皇カリクストゥス2世によるものとされていた12世紀の写本。現在では、フランス人修道士で司祭でもあったエメリック・ピコーによるとされる。聖ヤコブの書の最も完全な形に近い写本の一つ。この本は中世ヨーロッパにおけるキリスト教の最大の巡礼地であったスペイン・ガリシアの聖地サンティアゴで、 コンポステーラの聖ヤコブの破壊の巡礼の案内書でもあった。原本はラテン語であり、簡訳された現代語訳版はスペイン語版のみ存在する。省略は英語、フランス語、ドイツ語、ガリシア語などが存在するが品質はあまり良くないものもあるという。聖ヤコブの奇跡の報告、巡礼地の地理案内、芸術、さらには現地の風俗までが解説されている。 聖約部の書はおそらく1140年過ぎに編纂が開始され、この写本は1173年より少し前にまとめられたと考えられている。本の権威づけのために1124年に死去した教皇カリクステュス2世の偽造サインがついている。本書は前後書と候補からなり以下のような構成となっている。候補には天礼史の断片が収められている。 1> 第1書は、天礼の書であり、学府付きの祈祷書、説教集など天礼に関するものが記載されている。第2書は、聖イヤコブの奇跡の書。ヤコブの奇跡に関するエピソードが22編、収められている。第3書は、移想の書。ヤコブの殉教とサンティアゴへの異および再発見について記載されている。第4書は、シャルル・マーニュ伝。ヤコブが、 シャルル・マーニュの夢枕に立ち、レコンキスタと聖地巡礼を行うよう告げる総話が記載されている。第5書が巡礼案内記である。次節に詳細を記載する。巡礼案内記はガイドブックとも評されるように、サンティアゴのみならず巡礼路沿いの村や町と、それらにある聖堂についても記述されている。おすすめスポットのような紹介もあり、いくつかの町は特筆されている。 案内機の大半を占める八章では、各村や町にまつわる聖人や聖異物が紹介されている。また、本書における聖堂の記述レベルは、例えば、ベズレーのラ・マドレーヌについて、大きく美しいバシリカ、コンクのサントイコールフォアは、美しいバシリカといった具合に抽象的な言及をするのみであり、また、サンティアゴ大聖堂の記述も曖昧な部分があるなど、 本書が表された時点では、まだ大聖堂は未完成だったなどとも指摘される。全11章からなる。以下に本書の各章の構成を示す。2011年7月5日、サンティアゴデコンポステーラ大聖堂の古文書館からカリクストゥス写本が盗まれたが、2012年7月4日、犯人逮捕と共に発見された。カリクストゥス写本は、声に出して、 歌うように作られており、初期の多声音楽の例である。現存するものとしては、最古の賛成による多声音楽が含まれる。今日では、中世西洋音楽の代表的な作品の一つとして演奏される機会も多い。ありがとうございます。